そういえば、檜山とちゃんと話すようになったのってちょうど1年前の今日だったと思う。その日は悲しい夢で目が覚めた。一番ひってえ顔。檜山？何よもう。びっくりするじゃない。葵さ、今日の帰りってなんか塾とか予定ある？ないけど何？帰る？ん？帰る？その、一緒に。なんだよ。ドッキリじゃないよね。ちげえよ。本当に？無理なら別に。ううん、無理じゃない。すっごく嬉しい。じゃあ委員会終わったらな。うん。青井ゆい12歳、初めて彼氏に一緒に帰ろうと誘われました。目覚めたての番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。入念にリップクリーム塗ってると思ったら、ん？キスの準備？くぬくぬ。キス？違うよ。そういうんじゃないからね。わかんないよ。あの、だから今日は3人で一緒に帰れないんだけど。そういえば放課後恋愛相談に乗ってほしいって頼まれたんだよね。今日は私も、高尾と一緒に帰ろうかな。ダメよ、高尾くんはココアと委員会なんだから。やだ、花火ちゃん、なんなのそのハンカチ。え？ウソパンダのハンカチだよ。かわいいでしょ。小6にもなってキャラクターのハンカチなんてダサーい。ダサ？ほんと、なんで高尾くんがこんな子供っぽい子と付き合ってるのか全然わかんないわよね。だって花火ちゃんってば、
ココアと違って顔が可愛いわけでもないし、スタイルがいいわけでもないじゃない。ちゃんと女の子として見てもらえてるか、ココア心配になっちゃう。こ、子犬みたいで可愛いって言ってくれるもん。子犬な、何それって。女の子としてじゃなくてペットみたいな感じなんじゃない。でもちゃんと彼女だもん。へえ、じゃあどこが好きか言ってもらった。それは付き合ってるのにまさか聞いたことがなかったなんてね。高尾さんは一体私のどこが好きなのでしょうか。うちのお姉は今の彼氏のワイルドなところが好きって言ってたわよ。ワイルド？ワイルドすぎ。ねえ、ゆいちゃんは檜山にどこが好きか教えてもらった？うん、私も何も言われてないよ。でも今日は檜山の方から一緒に帰ろうって誘ってくれたんでしょ？うん、言葉で言ってくれなくても檜山はちゃんとゆいちゃんのことが好きなんだね。うん、もしかして。あれ面白かったよな。面白かったよな。そういやあいつらサッカーやってるって。マジで俺らも入れてもらおうよ。行こう行こう。ああ、あの日から1年経ったんだよな。一番ごめん。あいつ、イエーイ、5年2組センター総選挙、ドンドンパフパフ。このクラスで好みのタイプの女子をせーのって指さそうぜ。いくぜ、せーの。センターに輝いた感動を一言。みんなに人気があるのは嬉しいけど、ココアって一途だから。見て見て、給食のコーナーで、ほら月曜はやったー、唐揚げ。でも火曜日は人参サラダね。ねえ、タカオ君はどんな女の子がタイプなのかな。ハンバーグ、ラーメン、カレー。子犬みたいな子は可愛いかな。子犬、ココアね、犬っぽいってよく言われるの。面白いな、綾瀬。よし、じゃあ今度はこの中で一番付き合いたくない女子を選ぼうぜ。何それ、最低。信じらんない。なんだよ、センターに選ばれなかったからって嫉妬か。そういうんじゃないわよ。っていうか、俺付き合いたくない女子ナンバーワンはお前だから。ひどい。じゃあ面白くね。大丈夫？あー、めんどくせえな。人前で泣いて慰めてもらおうとか卑怯だよね。だよな。あ、だろ、女子は泣けば許されると思ってるんだよ。そう思ってたけど。あ、あれ、檜山の好きなタイプってひょっとして葵？ちげえよ、なわけねえだろ。で、何よ話って。檜山が恋の相談なんて珍しいじゃない。そういうんじゃねえよ。え？だってわざわざ私に聞きたいことなんて他にある？葵、なんか今日様子がおかしくねえかって。なんでそんなこと聞くの？
その今朝葵が母の日の絵を見てるとこに出くわしちゃってさ。それで、それで昨日お母さんにすげえ怒られたとか何かあったのかなって。いや、何もないなら別にいいんだけど。檜山、お母さんに怒られたのってゆいちゃんに絶対聞かないでね。なんでだよ。ゆいちゃん、お母さんいないから。ゆいちゃん、問題です。パンはパンでも食べられないパンは？パンだかな。あいつ、なんで笑ってんだよ。ゆいちゃんになんか変なこと言ったら許さないからね。言わねえよ。絶対だよ。やっほー。今までまともに喋ったこともねえのに何にも言えねえよ。どうしてそのノートを歌顔が？俺の机に入ってた。マッチョな人がタイプなの？これは、この前テレビでやってた映画のスパイの人がかっこよくて、そのイラストを描いて見ただけで。なんで笑ってるの？いや、綾瀬って子犬みたいだなと思って。やがって。よしこい、三振だ。ホームラン。よっぴー、泣くぞ泣くぞ。ちょっと男子たち、真面目に掃除してよね。ゆいちゃん大丈夫？うん、ちょっとびっくりしたけど平気だよ。ああ、俺好みのタイプ葵だけはないわ。葵って時々すげえおっかないよな。母ちゃんみたい。檜山くん、ゴミ捨ててきてくれる？お前さ、俺には笑いかけんなよ。は？見たくねえんだよ、笑ってるとこ。なんですって？だから笑顔がムカつくんだよ。はあ？どういう意味よ。やっちまった。ああもう、俺のガキ、なんかこう、もっと慰めるとか無理して笑うなよとか他に言い方があっただろうが。カズマ、さっきから何ブツブツ言ってるの？早くお使い行ってきてちょうだい。ああったく、シチュー作るのに牛乳がないってうっかりしすぎだろ。待てよ。何よ、またおかしなこと言ってからかうつもりでしょ。そんなんじゃねえよ。じゃあ何？その今日は悪かったな。
今日の夕飯は弁当か？うまいよな、キュンキュンってんとこの弁当。うん、俺んちなんかシチューなのに牛乳がなくてパシらされてんだぜ。もうありえねえよな。今日お父さん遅くなるって言うから晩ご飯作るの面倒になっちゃって。ごめん。え？どうして謝るの？いや、謝らなきゃいけないのは私の方だよ。今朝は変なところ見せちゃってごめんね。変なところじゃねえし。え？泣くのは別に変なことじゃねえだろ。よくわかんないけど、泣きたいならちゃんと泣けば。ひやも学校で泣かれるとめんどくせえから。なんですって？めんどくさいってどういう意味よ。お前いちいち突っかかってくるなよ。突っかかってるのはそっちでしょ。やっべ。え？俺お使いの途中だったんだ。じゃあまた明日。セーフ。葵さ、笑うのは楽しい時だけにしとけよ。え？じゃあな。結局あの日から葵とは口喧嘩ばっかりだったな。ヒヤマ。あ、早く来いよ。ああ。どうしてヒヤマが私を好きになってくれたのかよくわからない。でもその条件なら誰だっていいってことになるよね。でもきっと私だから好きになってくれたんだよね。だって私も檜山だから好きになったんだもん。一緒に帰るって言ってもそんなに難しく考えなくてもいいんじゃない？何喋っていいかわかんねえんだよ。今日学校であったこととか家でこんなことがあったとか何でもいいと思うよ。何でもいいが一番困る。無理して話そうとしなくても隣にいるだけでいい。好きってそういうことなんじゃないかな。はい、ゆずるくいただきました。いただきました。何話って。あのね、タカオは私のどこが好きですか？ねえ。そうだな、子犬みたいなところかな。やっぱり。どうしてへこむの？それってペットと同じってことじゃないかって。そうかもね。でもペットにネックレスプレゼントする？俺も聞いてもいい？綾瀬は俺のどこが好きなの？ね、いいところがいっぱいあってよくわかんないけど、でも高尾が好き。俺も。俺のことが好き。冗談だよ。待たせた。うわあ！おい。しょうがねえな。俺たちも一緒に帰ろうか。
人で泣くなよ。俺がそばにいるから。葵、何した？は？もしかして顔に落書きした？ああ、檜山ってそういうところが子供だよね。しねえよ、もう十分面白い顔してるし。はあ、不器用だけど一生懸命なところ、口は悪いけど本当は優しいところ、檜山のいいところ、これからもっと見つけたいな。お母さんは少しおっちょこちょいなの？ああ、いつも自分が買い物忘れるくせに、カズマ、お使い行ってきてって言うんだ。参るよな。カズマ、あ、あの、お母さんに名前で呼ばれてるんだ。うん、なんだろう、カズマって響きドキドキする。下の名前で呼ばれてるのあんまり聞いたことがなかったから、なんか新鮮っていうか。ああ、確かにみんな檜山って呼ぶもんな。そっか、なんか変だよな。いや、そうじゃなくて。葵結衣、12歳。名前で呼び合う関係に少し憧れます。綾瀬、どうしたの？俺と勝負したい？負けたら勝った人の言うこと聞くんだね。分かった、受けて立つよ。それで勝ったらご褒美は何してほしいの？今度もみんなをキュンキュンさせてあげるよ。次回12歳、名前。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。